こんにちは、赤山修です。今日はですね、なぜに私がコシナ製品、コシナのニコンマウント用、ね、Z マウントおよび F マウント用のですね、交換レンズを気に入って使ってるか、なぜに気に入って使ってるかという話をですね、簡単に説明しようと思いますね。まずですね、このコシナ製品がとっても私ですね、気に入って使ってるのはですね、このフォーカスリングの回転方向が、ね、純正のニコン製品のレンズとですね、全く同じ同一方向なんです。で、これですね、カメラを構えてですね、いいですか、被写体に向けて言いますよ、ね、時計回りに回すと無限大で、反時計回りに回すと最短撮影距離に変わってきます。で、このですね、回転方向が純正のですね、ニコンレンズを長年使ってきた私にとって、もう体にね、その回転方向がもう染みついちゃってますから、もうこのコシナのですね、この哲学というか、このコシナのニコンの純正品と同じ回転方向にね、設計してるというポリシーがですね、もう私も大好きなんですね。で、それで、しかもね、今の Z レンズにはこの絞りリングというのはありませんが、長年 F マウントのですね、絞りリングがあるレンズに関しては、この絞り、このね、方向ね、これもね、時計回りに回すと最小絞りで、反時計回りに回すとね、開放 F 値に近くなるというですね、設計なんです。ですから、もう純正のもうニコンのレンズと全くもってね、コシナの製品は変わらない。もうそれが私ですね、もう好んでですね、もう使う第一番の理由なんですね。で、コシナさんはですね、カールツアイスのレンズ、ね、もうカールツアイスのブランドでも出していましてね、ニコン F マウント用は ZF2 というシリーズがあって、で、今はまあミルバスとかね、オータスとかまああるんですけども、ね、そういったですね、そのカールツアイスのブランドのレンズにしてもですね、このですね、フォーカスリングの回転方向と絞りリングの回転方向が全くニコンの純正品と同じなんです。ですから私はですね、カールツアイスについては、広角から望遠までね、結構揃えてましたよ。で、下はですね、ディスタゴン 21mm の F2.8、 それからディスタゴンの 25mm F2ね、で、それからですね、あとディスタゴンの 35mm F1.4、 そしてさらにですね、ミルバスの 35mm の F1.4 で、それからその上がですね、プラナーの 50の 1.4 も持っていたんですけど、さらにね、私が気に入ってるのはね、マクロプラナー 50mm F2ZF2 というのがあって、それは結構ですね、ポートレートでね、かなり対応してました。で、それとオータスの 55mm の F1.4ZF2 もね、かなりもうすごいですね、きめ細かい描写でですね、もうカミソリの刃のような鋭い描写で、しかもですね、ふわっとですね、もうピントが外れたところはですね、大きくボケる、もうそういったレンズで、カールツアイスの 55mm の 1.4 もね、独特の空気感が映るようなね、感じがしますね。で、それとあとオータスの 85mm の F1.4 で、それとその上がですね、マクロプラナー 100mmF2ZF2 ね、それとですね、アポゾナーの 135mm の F2 まで持っていました。で、それはもうとにかくですね、描写力がうんぬんというよりですね、基本的にニコンのマニュアルフォーカスレンズと全く同一の操作性でですね、撮影ができるというのがもう大変興味深いし、それと実際に使ってみてですね、もうとっても使いやすい、もうそれがですね、コシナさんの、ニコン用レンズ、ニコン用交換レンズの特徴なんですね。ですから、このですね、アポランタ 35mm F2 にしても、ね、それとあとアポランタの 50mm の F2、ね、今日はこの2本とも Z9 につけておりますけどね、このですね、 Z9 につけた時の操作性もね、抜群にいいんです。それとこのフォーカスリングのね、このトルクがね、もう何とも言えないこのグリス感というかね、この食感がね、めちゃくちゃいいんですよね。ですからね、私がコシナ製品を愛用する理由は、まず純正の、ね、ニコンの交換レンズとね、全くもって同じ操作性で撮影ができる、
ね、それが私がコシナ製品を愛用するですね大きな理由なんです。でそれであとですね、11月にマクロアポランタ 65mmF2 というレンズが出ますね。でそれもね楽しみですね。で皆さんぜひですねコシナのニコン Z マウント用レンズね、それをですねお試しください。もう一つねコシナの製品の特徴があるんですよ。それをね紹介します。それはねこのですねアポランタ 50mmF2 ナトンですね、ニコン Z カメラ用の交換レンズについて、でこれ外してみますよね、単に Z マウントに取り付けれるというね、そういったものでもないということがありまして、それはですねニコンの Z カメラのイメージセンサーね、イメージセンサーのですね表面は、まあ、ガラスですよね。そのガラスのですね肉厚が、まあ、各社いろいろと違うらしいんですがね、そのニコンのイメージセンサーのガラス厚に合わせた設計がこのアポランタ 50mmF2 などのですねニコン Z マウント用の、ね、レンズにはですね施されていました。ですからもう他のですね他社用の交換レンズをマウントアダプターを介してこれにつけるというよりですね、やっぱり Z カメラ用には Z カメラ用のこのコシナの交換レンズを使うことを私はお勧めします。はい、それじゃあまた、さよなら。